さあということで金持ち神社で我々金運爆上げのお参りしてまいりました。これは間違いないよ。もう感じるも上がってる。上がってる。感じるもうグーってグー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 って来てる。来てる。感じる。来てます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 。懐かしいネタな気がする。来てます。ハンドパワーです。世代がバレる。はい。さあということで、はい、同じコイン通りにありますですね。うん、今回宝くじ売り場にやってまいりまして、うん、これから、うん、実際にムームとして宝くじでバズろうというわけで、うん、その宝くじをまずはゲットする。大役誰やる？私は絶対行かないよ。私は絶対嫌だからね。じゃあ私が行くよ。どうぞ。私かーい。できます。このまま逃げんだよ。ちょっとスクラッチを。はい。マユ初めてのお伝え。たたたらたたた。まさきじゃあまさきさんついてって。はい。あ、お参りしとこうか。お参りしとくか。ねえ、せっかくさ、このなんか分子みたいなのがあるからさ、ちょここで お参りもしとこう。こっちね、3人でね。ムーンとして、金が馬鹿げになりますように、宝くじ当たりますように。お願いします。一攫千金。お願いします。じゃあ、かっこいいで。こんにちは。はい、こんにちは。はい、スクラッチを買いに来たんですが、はい、はい、ではこちらでくじ券を確かめてくださいね。どうぞ。ありがとうございます。今またね、ロト6はね、8億、7は3億借りようとしておりますので、すごい夢があります。ぜひご検討ください。月曜日がね、抽選まだ間に合いますからね。月曜日までに。わ、すごい営業熱心な営業熱心な人でしたね。変えた。こちらの部分、こちらをコインで削るとスクラッチして、一等になれば100万円です。1人30万円。10万円使ってもまだ90万円。3等分3等分する気がないはずですよね。全部だろう。3×3 になってるんですけれども、どれでも1列に同じ絵柄が3個並べば当たり。1等は提灯です。で、2等は麺。これ何これ。あ、下駄か。あ、草履だ。5等200円がおにぎりです。好きなんだな。まだまだ最初。やべえ、めっちゃ緊張する。1等100万円、提灯カモン。おお、緊張する。お、提灯来たよ。わあ、提灯来たよ。いきなり。じゃあそのまま下に下ろします。100万円。おおおおお、来た来た。2つ目、2つ目も提灯。あともう一つ、一番最後の段も提灯来たら、これで100万円です。あー、横は草履だ。草履。ごめんなさい、I'm sorry。 今度使っていいですか。使えるものなら使ってごらん。じゃあちょっと左下は残して、あと全部ちょっと出していきますね。はい、ああ、急須。ここはじゃあどうでしょうか。ああ、なるほど。まあようできてるわ。期待させますね。いやー、もう上手ですね。じらせ上手です。とやだ。はい。おにぎり。うわー、最悪。
普段おにぎり見たらテンション上がるんだけど、今見て出てくんなよって。なんか、二人ともすげえ、ムームの、ムーの二人がほんまにムッとされてらっしゃいますけれども、ちょっと。やだー。がっかし。がっかし。まさきちゃん、なんか今回はなかなかちょっと言葉きつめね。なんかずっとね、ね。お金が絡むとちょっと、ね、変わるんですね。なるほど。まさきちゃん行こうか。はい。まさきちゃん。行きます。はい。お？わ。提灯来た。お、来ました。もう100万円。え、はい。下に降りていきますよ。はい。あ、わあ。あら、提灯。これ来ましたね。来ました。じゃあちょっと横とか行きます。提灯。行きます。初めつぶとこかな。嘘。来た？来た？マジで？来た？来ました？まさきちゃん！来ました。ゾーリです。まさきちゃんの別の顔がなんか今回はなんかすごい見えてる気がするな。眉行きますか？もう私が開けるしかないわ。そうですね。うん。行きましょうか。はい。じゃあこっから。提灯。もう来ました。ここ絶対提灯にしてんのかな、ね、左上提灯説高め。うん。さあ二列目もう提灯。わあ。何これ。で次ははいここ。そうですね。一番上の段の真ん中。ちょっとね、角を立てた感じも多いかもしれない。おっと、急須が出てきたぞ。急須。で、ここ行きますか。はい。おむすび。バラエティ豊かに出てきますね。マジっすか。おむすび。これは、ダブルリーチってこと。ダブルリーチ。ここ。マジ。ちょっと見てこれ。あ、何これ。あ、すごい。すげえ。何これ。そしてそういうことってある。TP トップ。え、そういうこういうことってある。そう、鉄板。ちょっと。やばい。こう来られると次何にしようってなっちゃうんだけど。すげえ。どこ行くの。そうきますか。一番左の縦が提灯でつながれば 100万円。真ん中急須でいけば1万円。一番右おにぎりでつなげば200円。はい。200円。トリプルリーチ。トリプルリーチでございます。こんなことある。こっち行きますか。はい。じゃあ200円のところから。わ、だよね。だよね。ねえ、もう湯飲み。ねえ、おむすび2つだからおじゃれもどうぞじゃないわ。まさかの乗りツッコミ。一番来い。行け。来い。わあ。私人間不信になりそうだ。でもこれはフリーかもしれない。フリーかじゃ。いよいよ。これ。いよいよ。いや。ちょっと待って。なんか性格悪いね、ほんとね。これ、これはずるい。そう。金運アップで俺ら言ってるはずなのに、一番低い200円すらまだ誰も立ってないんですよ、これ。大丈夫か、これ。何？トリプルリーチ来ました、これ。マジでどうしよう。マジで？待って、俺もうすでにこの時点でもう、もう、わ、ダブルリーチ。ちょっと待って。いきます。はい。おにぎりが出れば、5等の200円です。来い！おにぎり！湯飲みかーい！ここで外すとは。持ってる。面目ねえ。うわぁ。わぁ。がっかり。ちょ、なんで俺が外したとき、二人ともそういう厳しい、なんか、本当にこいつは箸に棒に引っかからねえみたいな感じで、ちょっとこう、扱いが、そういう感じになるのさ。これは提灯です。提灯です。当たれば一等100万円。さあ、来い！
番怖え。ありゃー。まあ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 、ね、一人3枚やりましたけども、ね、10枚買ってるじゃないですか。ということは、あと1枚あるわけですよ。これがもう、もういよいよもう、なんと最後のショーですよ。本当にもう、言うならば。残り物にだね。そうです、そうです。そして、我々、まあここね、金持神社で、もう祈願して、さらにこう、金運もアップしている、ここにね、さらにね、まあ、コイン通り、その周辺で、また私から、非常に福を呼ぶ、幸福、口が幸せと書いて幸福、ね、素敵な一品をゲットしてまいりました。さあ、ここで、五日市、私の大好きなグルメ、ご利益ありそうな、ぶちうまグルメ、ご紹介したいと思います。こちら、宝屋です。ここね、美味しいんですよ。細巻きでございます。普通の寿司もね、あるんですけどね。やばい。吉野家来たみたい。お口の中吉野家。もうちょっと高級感持って。ちょっといただきます。吉野家ですか。吉野家だね。うまい。おいしい。いただきます。どうでしょう。吉野家です。じゃあラス1、まゆいお願いします。来い。さあ、この企画ここに来るよ。頼むよ、まゆい。お願い。来い来い、来た来い来た。おお、揃った。わー、目指せ100万200円。わーわー、焼きそばか。焼きそばだ。ごめんなさい、三振でした。ということで、今回ははい10分の1という終始になりましたけれども、結果、それでも我々、金運爆上げ、宝くじでバズれという、今回のゼロで終わらないのがムームだから。そうです。はい、今後伸びしろしかないという結論で今回は終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょうちんが出なくてそうチーンって感じです。チーンって感じ。超チーンって感じ。